出せ、出せってんだこら、聞いてんのか。無駄だ。ユナ、どうしてっかな。さあな。だが立ち直るさ、強い娘だ。立ち直ったって、旅続けたら死んじゃうんだろ。スピラってさ、誰かが死ぬとか殺されるとか、そんなのばっかだな。ああ、死の螺旋だ。あ、死を撒き散らす神に挑んで召喚士たちは死んでいく。召喚士を守るためにガードは命を投げ出して死ぬ。祈り子の正体は死せる魂、エボンの老師は死人、スピラには死が満ちている。神だけが復活を繰り返し、死を積み重ねていく。永遠に巡り続ける死の螺旋だ。ああ、出ろ。お前らの処分が決定した。処分？処刑の間違いではないのか。何を言う、親友を処刑するはずがなかろう。よく言う。さて次はお前か。どういう処分だ。さっさと行け。みんなはどこにいんだよ。そこら辺に浮いてんじゃねえか。おお、無事か。どういう処分なんだ。のたれ死に狙いってやつかもな。かあ、一見なやり方。ユナは？わからない。ここで待ってたら来るかな。出口で待とう。出口あんのかな。父殺しがお気に召さないようで。所詮は論ぞよ。頭が固いばかりで役に立たん。それに比べて召喚士ユナは大召喚士ウラスカの娘、生かしておけば利用価値はあります。あの娘はエボンの秩序を乱す。生かしてはおけぬ。かしこまりました。諦めのシーモン、あの錠剤の道に放り込まれて生きて出た者はおらん。なれど万一突破せぬとも限らない。出口に兵どもを配し、あやつらが現れたら始末せよ。その2、私にお任せを。おお、花嫁を手にかけると申すか。花嫁だからです。せめて私の手で。待て、俺も行く。私を信用できると。父殺しの男を信用できるか。結構ご勝手に。ユナ、よかった。ほんとよかった。心配してたんだよ。うん、ありがとう。あのさ、私は彼を救ったのだ。この男は権力の王者だった。大きな権力を得たばかりにそれを失うことを恐れ、
見えない敵に怯えつつつまらぬ謀略を巡らす日々、ひとときの安らぎも知らず追い詰められていたはずだが、もはや思い悩むこともない。永遠の安息を手に入れたのだ。死は甘き眠り、ありとあらゆる苦しみを優しく拭い去り癒す。ならば、すべての命が滅びれば、すべての苦痛もまた癒える。そう思うだろう。だからこそあなたが必要なのだ。さあ、ユーナの共にザナルカントへ、最果て死者の都へ、死の力をもってスピラを救う。そのため、あなたの力と命を変えて、私は新たな神となり、スピラを滅ぼし、そして救う。なんだそりゃ。目障りだ。よかろう。ならばお前にも安息をくれてやろう。ユーナは相当参ってた。仕方ないよな。ずっと信じてきたエボンに裏切られたんだし、なんとかしなきゃって思ったさ。だけど俺どうすればいいか全然わからなくて、それで